習チャンネル。年収チャンネル第15回ライブ配信。カモトさんは最終的に即さんをどれくらい大きくしたいとか、こうしたいとか思ってますか？1兆円企業にしたいです。え、こんな目標持ってましたっけ？あれ言ってる時点で嘘100嘘。受験生です。3人が今大学に行くとしたらどこの大学に行きたいですか？東大。ハーバード。やっぱ青学とか行きたいな逆に青学って表参道でキラキラした大学生生活を送りたいわ。僕ポンジョ行きたいっすさすがだわよ。いやいやいや、フリーランスから会社員に戻った人は敗北者ですか？ああ、いい存在はね。これどうなんだろうね。敗北者ではないけど、めっちゃ出世とかではない気がするかな。少なくとも現状維持ぐらいな感じには見えちゃうかな。フリーランスで会社員に戻るその戻り方にもよるんだけど、普通の会社員だったらぶっちゃけフリーランスの中では敗北者かな、うん、例えば山本が同じぐらいの同年代で小林っているじゃん。はい、あいつが今同じぐらいだとしてね、どういうふうなキャリアになったらすげえな終わったなって思うかっていうと、俺が山本だったら SEO ディレクターとしてとある中小の事業会社の SEO ディレクターに戻りますだったらちょっと負けた感はあるよね。極論だけど電通のデジタル部門の責任者兼役員みたいになったらすんげえってなるよね。すんげえすんげえってなる。その違いでどこのラインかっていう感じじゃないですかね。鴨本さんが江戸時代に生まれていたらどんなことをして稼いでいたと思いますか？殿様でしょう。年貢だバカお金持ちに使われるには何の知識や技能が必要でしょうか？愛嬌、瞬発力、ゲラ力。山本さん今さ、俺が今何も言わない状態で俺面白いこと言った体で笑ってみて。それはそれはそれがゲラ力なの。ゲラ力だって俺が面白いこと言った風になるもん。一番笑いを引き起こすのって人の笑いだと思うんだよ。だから俺が大中小で面白いことを小だったとしても、山本が中だというレベルの笑いをしたら中っぽくなんだそれが山本のゲラ力。ゲラ力についてなんだけど、笑いながら話したら面白く聞こえるって知ってました？やってみてよ。普通のパターンと僕が発見したパターンでいきます。頼むわ。1個目が普通自動販売機、2つ目が自動販売機ほら発見したんですくだらねーやばい、滑りそうってなった時は最後笑いながらオチを言うとかで使えるかなと。謝罪をする時に心がけていることは何ですか？僕っすか？一番謝罪してる。一番謝罪してる。誰が一番謝罪してるか。いやでも謝罪のノウハウ聞きたいです。謝罪のノウハウね。言いにくいことも言う。遠回しの言い方でぼやかさない。一番大事なところ。ストレート。ストレートに言う。人間の心理もあると思うけど、ストレートにズバッとめっちゃ僕これ知っちゃいましたって言われると、謝られた側もうそこまで気認めるかみたいな感じで、一瞬逆ヒルミするみたいな。はい。そっから適正なところに戻していく方が、実は心象が良くなったりする。デブとかにクライアントワークに向いてるのはどちらでしょうか？ガリガリガリ。なんでですか？清潔感があるね。清潔感。デブでも清潔感あればいいけど。ゴルフが上手いことってビジネスにおいてアドバンテージになりますか？なるよ。ビジネスにおいてっていうか人脈だったりとか圧倒的に広がります。140とかで人とちょっと回ろうって思わないよね。年収チャンネルを運営するにあたって追っている KPI を知りたいです。リアルなこと言うと利益はちょっとこだわるよね。ここ削れよお前ってたまに詰められてるよね。はい登録者とか再生数とかじゃなくて利益。利益第一主義。年収チャンネルのこれまでのゲストの中で印象に残ってる頭キレッキレだった人は誰ですか？外銀の人とかはやっぱ強かったし、あとシャイマルとかも強かったし、あとハッシーさんとかね。はいはい、なんか話が面白いのよね、頭のいい人って。なんで面白いかって難しい話を視聴者の目線に合わせて喋ってくれるから。まあシャイマルはちょっと難しすぎた感はあったけどハッシーもだいぶ難しかったけどでもこんぐらいのレベルだったら理解できるでしょうっていう感じで目線を下げてくれるのがうまいっていう感じ。確かに。好きな女性のタイプ教えてください。優しい人。トークが切れる子。じゃあやる山本さんは今ストックさんを辞めさせられたらどこの企業に就職を考えていますか？どうするどうする。どうしよう。明日から案件全部ない。いやー林さんとかに泣きつくかも。リアルリアル確かにな。既存の仲いいクライアントにね。そうそうそう。でも林さんもダメだと。林さんもダメやったら熊田さんそれが人脈だからね。そうそうそう。僕自身は会社員には戻りたくないですね。圧倒的にこっちの生活の方が楽しいと思ってるので。起業家に多いパーソナリティを教えてください。俺これね一個あってね、 ADHD 気質というか、同じ場所にじっとしてられない人が多い。あとは公共料金払えないとかで、めちゃくちゃ多いよね。わかる。忘れん坊ってことですか？いや忘れん坊とかじゃないのよ。私生活によって必須のことができない人。おホテルのチェックインの時とかずっとそわそわしてる人とか、まあ、俺もそうなんだけどね。
ブランド物買うときってさ、レジ長いじゃん。あの時間一番嫌だ。買うっていうことは決まってんのに、この後のなんか、ピロートークみたいな、なんなのみたいな。ピロートーク。わかる。しかも一回あの、お金持ってどっか行って戻ってくる間の、みたいな。ブランド物をクイックペイで買いたいもん。クイックペイ。ストックさんの社名の由来って何ですか？大学生の時の呼び名が、カブか、カブさんか、どっちかだった。カブさん。ストップさん以上それがまさかね、そんな広まるとは思ってなかったね。お三方ともフリーランスに対して親御さんはどのように考えていますか？親世代だとあまりイメージが湧かない気がします。親御さん世代にはフリーランスとか言わずに普通に独立してるとか自営業とかそういう言い方の方が、まあ、ほぼニアリーイコールだから。僕もそう言ってます。尊敬する経営者トップ3教えてください。ランキング付けするのもあれなんで、一旦身の回りの人を除いてっていう感じで言うと、藤田さんとかやっぱすごいなと思うね。トヨタ明夫さんとかもさ、よくわかんないじゃん。尊敬とか感情すらわかんないの。孫さんだって言われてる。ああ、山井さんとかもすごいよね。うん、確実にすごいってことだけが分かってる。確実にすごい。凄さを感じるだけのエビデンスがないというか。それぞれの執筆した本を読んでから決めたい。そう、本を読んでから決めたい。この人たちはどんな人なんだろうっていうの全く知らないこと。確かに俺、藤田さんの本、会社員の1年目に読んだんだよね。だからちょっと、読むと変わるかもね。あと、人を動かすっていう。D カーでいいよ。お、さすが意識高い。でも早いよ。でも、人を動かすっていう本を読ませる意味わかんなかったし、動かすって何と思って、読んだ時ピンとこなかったんだけど、はい、今すげえわかるんだよね。で、何書いてあったかも忘れたけど、でも重要なことめっちゃわかるから、読む時期も大事だなと思った。人を動かすはおすすめです。あえて案件に入るメリットはありますか？答えられる。単力が身につく。案件によるんだけど、炎上の定義によるけど、うん、前任がクソすぎると、ちょっと普通のことしてたら、感謝されるっていうパターン、なくはない。なくはない。けど、最終的に消せないと自分の責任になるから、うん、本当にただ前任がクソすぎたから炎上しているんであれば、入ったらお得なんだけど、そもそも難易度高すぎて炎上してるパターンは、入んない方がいいっていう、ここ難しいところですね。経営者で YouTube やメリットとデメリット教えてください。メリットはいっぱいあるよ。求人にも強いし、仕事獲得にも強いし、デメリット。デメリットは伸びなかった時だいぶダサい。例えば俺がマーケの会社やってんのに自分のチャンネル伸ばせなかったら一生 YouTube の仕事とかできないよね。あとは炎上リスクがやってればわかるけどそんなないんだけど、やってない人からすると炎上リスクが高そうに見えるから上場とかでちょっと足を引っ張る可能性あるから。高校3年生で将来できるだけ楽してお金をたくさん稼ぎたいという漠然とした思いがあります。それを叶えるためには大学の何学部に入るのがおすすめですか？またその後のプランのアドバイスをお願いします。そこでもうまくいってるから関係ないと思うな関係ない。大学でどこに入るかじゃなくてもう何をするかです。調べてみてほしい。経営学部出身の人は経営者になったのかみたいな。なってない気するんだよ、ね、なってないよ。結局サラリーマンになるんだからどこ行っても変わんないじゃん。一番暇な学部とかがいいんじゃないですか？時間がある。今スポがある。スポがある。結論スポさんになりました。上本さん、山本さんはストックさんをどういう組織にしたいのでしょうか？どういう組織にしたいっていう主張があってさ、どうにもなんなくないもん。もしどうにでもできるとしたらどういう組織にしたいか。僕はビジネスの観点じゃないですけど、もうちょっと交流のバー増やしますね。なるほどね。確かに交流全然バーないから今のでいいんじゃない？授業が若手を教育する機会はもうちょっとあってもいいかなって思う。でも育てる義務ないです。義務ないサークル感覚になっちゃう若手いるじゃん。だからサークルじゃねえよって何回もこう言ってたから、それが会社としてちゃんと浸透してほしいなみたいなのはある。貴重なご意見ありがとうございますじゃあ本日のライブ配信はここまで。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。全社募集中。概要欄をご覧ください。